したことを、はい、今日もクイズで教えたいと思います。じゃあまず1問目、はい、日本の終戦記念日はいつでしょうか。お終戦記念日丸1、はいはい、8月15、はい、丸2、10月14、はい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 、丸3、4月6日、はいはい、4月6日聞いたことある。3ではないな。うん、3は違うな。はい、番号とかある。2、ブブー。はいはい、8月15日です。正解。イエーイ。日本がポツダム宣言を受け入れて、はい、みんなに、うん、国民に知らせた日なんだって。へえー、すごい。山本の口からポツダム宣言が出るとかすごいね。でも小学校でやるのか。小学校高学年かな、多分。あ、じゃあ今のうちそれ知っとくと5年生、6年生くらいでやる。ラッキー。第2問、はい、人類で初めて、うん、飛行機で空を飛んだのは〇〇〇兄弟なんでしょうか。はい、1、ライト兄弟、はい、2、宇宙兄弟、はいはいはい、3、はい、パン子さん兄弟、はい、これは僕知ってます。もうズバリ答えていいですか。ダンゴさん兄弟。違う。今なんだっけ。宇宙兄弟。違うよ。正解は、正解は1番のライト兄弟でした。なるほど。なんと、はい、初飛行の飛んだ時間は59秒。すごいね。初めてチャレンジした時に、そう、飛んだ時間が59秒ってこと。約1分飛んでたってことでしょ、初めてで、ね、すごいな。で、1903年に初めてエンジン付きの飛行機ができたんだって。自分たちでエンジンを作って、自分たちを組み立てて空を飛んだってことで。あ、セットで、セットで全部。あ、すごいな。全部一からやったってことで。じゃあその人たちがいなかったら今飛行機入るない、ね、ないかもしれないよね。すごい発明だ ね。これで今日が知ったことを終わりにします。はい、ありがとうございました。面白かった。最後まで見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、どんどんよろしくお願いします。バイバイ。